高須庵工房の高須庵です。サイドキッカーのジケルです。よろしくお願いします。ということで今日もブックレビュー、うん、ブックレビュー高須の猛プッシュ、じっくりブックレビューのコーナーです。はいはいはい、はい、でですね、今日はちょっとね、うん、あの復習編というかですね、うん、あの前回、うん、これを紹介したんですよ。あ、語ってたね、鮫島博さんの、うん、語ってた、語ってた朝日新聞政治部、うん、こちらが前回の時はね、あのまだほとんど読んでなくて、うん、読み始めだったんですけど勢い余って紹介したんですが、うんうん、これ読破しました、うんうんうん、もうスルッスルスルッスル読めましたね。なるほどね。でもね、名著すぎて、うん、ちょっと振り返りをしたいなと思いました、うん、なんかどんなこと言ってたか覚えてます？前回鮫島さんのちょっと紹介しましたけど、うーん、まあ、覚えてないですよね。あんまり覚えてないですね。あの、まあ、朝日新聞の政治部に長く、うん、所属していらして、うん、鮫島さんは、うん、で、その後特別報道部とか、うん、あ の立ち上げに関わったり、うん、でまた政治部に行ったり、うん、こう行きつ戻りつしながらかなりあのいいポジション、朝日新聞の中でもかなりいいポジションで、あのやり手の、うん、こう記者さんだったんですよ、うん、でそれが、2014年の吉田調書問題というのがありまして、うん、それはあの原発事故が2011年に震災の時に起こった時に、うんうん、あの東電が東電の吉田所長というすごい頑張られた所長さんがいらっしゃって、うん、あ、もうその後あの、まあ、亡くなったんですけど、うん、癌で亡くなったんで、おそらくそういうことなんだと思うんですけど、うん、あのそのな爆心地、その、うん、なんだ、福島原発が爆発してそこの現地で指示を出したり頑張ってらっしゃった吉田さんが政府からあの事情聴取というかを受けた時の調書記録をずっと隠蔽してたんですよ、うん、政府が、うん、でそれが2014年頃に朝日新聞のその特なんだっけ、特捜部じゃないかな、なんだっけ、特別報道部か、うん、特別報道部の鮫島さんの部下の記者さんたちが、うん、あの独自入手しまして、うん、でそれを裏付けを取ったりいろいろ準備をしてよいしょって感じで、あのなんだ記事、あの、うん、なんていうの、なんていうんだっけ、追放、いや、あのぶち抜き、すっぱ抜き、すっぱ抜き、うん、すっぱ抜きっていうのか、特ダネか、うん、特ダネで出されたんですよ、うん、その隠蔽してて、でその内容の中でその吉田所長が、うん、あの第一原発に踏みとどまれと、その署員、うんうん、あの爆発するかもしれへんから、もっとえげつないことになるかもしれへんから、あのそれを止めるために待機しろっていう指示を出してたんだけど、うん、その部下たちが何百人もいるんだけど全員逃げてたっていう、うん、別の10キロ以上遠くの第二原発に逃げていって退避していたっていう事実があって、それをまあメインに据えて記事にしたんですよね、うん、でそうすると批判殺到が起こりましてですね、うん、あのそんなあのそんな緊急事態の時にその吉田さんが出した指示を全員聞いてるわけじゃないかもしれへんのに、うん、全員逃げたみたいな、その物言いはなんだみたいな感じで、うん、あの世論とで政府からも圧力がかかったんですよ、うん、その吉田調書だけじゃなくて他にも慰安婦問題とかが当時あって、うん、それとダブルトリプルですごいこういっぱいこう叩いて、あと池上彰コラム問題っていうのもあったんですけど、うん、そういうものと重ねて重ねて朝日新聞を批判することによって、うん、朝日新聞が窮地に陥った時に、うん、その当時の社長が自分の責任を逃れるために特別報道部のせいにしちゃって、うん、でその末に記者を処分するわ、鮫島さんも飛ばされるわで、うん、あのこう大変なことがあったんですね、うん、でその後鮫島さんは2019年に朝日新聞退社されて、
で鮫島タイムズっていう個人メディアを立ち上げて今ご活躍されてるんですけど、うん、でそのそれに至る経緯みたいなのをこうすごいねドラマティックに書いてるんですよ、うん、でこれがねあのやっぱりその、まあ、内容は本当素晴らしいんですけど、うん、やっぱり僕は本好きとしてどこが素晴らしいなと思うかというとやっぱりねあ文章を巧みに操るとはこういうことかというような素晴らしい書き口にして、うん、やっぱりその新聞で活躍されてるちょっとあの荷物が届いたんで、うん、ちょっと取ってきましょう取ってきていいですかあどうぞちょっとパラパラ見といてください、うん、いやまあ要するにその吉田調書問題っていうのをまずまあ、さらっと僕でも知ってるし、まあ、慰安婦っていうのは、まあ、そもそも朝日新聞の、まあ、飛ばし記事から始まったっていう、まあ、話もあるわけじゃないですか、まあ、そういうのがどんどん、まあ、人々に、はい、すいません、行き渡ってきた時期っていうのかな、何でしょうか、に来ての吉田調書やから、まあ、バッシングというか、まあ、そういうのが流行った時はありましたよね。朝日新聞ってね結構あのなんていうの要所要所でバッシング受けますからね、うん、まあもう新聞メディアっていうのがねちょっとなかなかもう今の時代、まあ、腐敗もしてるし、うん、あの記者クラブ問題っていうのもあるからね、うん、あのその権力と癒着してしまっているし、あとあのオリンピックのスポンサーになることによってあの自由な報道ができなかったっていうのも去年ありましたね、いろいろあるんですが、いいですかどうぞ。そのそうそうそう、だから新聞でずっと新聞ってさ、うん、やっぱこう紙面って一緒の形や、うん、その中にどのように情報を詰め込むかっていうのを日々こう戦ってらっしゃる人たちがいっぱいいるわけですよ、うん、朝日新聞なんて一番多い時で多分4000人とかいたらしいんですよ社員が、うん、それがこう寄ってたかってこうもうねあの何百部何百万部、うん、するものを毎日作ってるわけですから、その中の紙面構成によって文章っていうのはこう情報量を保ちながら縮めたり伸ばしたりっていうのにすごい長けてるんだと思うんですよ、うん、新聞記者っていうのは、うん、そういう意味でねすごい読ませる、うん、こういう風なメディアになった時、その本一冊の本っていう風になった時にやっぱ文章力っていうのがすごいなと思いましたね。なるほど。でその登場人物が実在の実名でいっぱい出てくるんですよ、社長とか部長とかそのデスクとか、うん、でいっぱい出てくるんですけど、そういういっぱい登場人物が出てくる小説ってごちゃごちゃになりやすいんですよ、うんうんうん、であのあれこの人誰やってたっけとか、あのなんかいまいちイメージつかめないなっていうことが往々にしてあるんですけど、その辺がやっぱり素晴らしくて、あの、短い文章、短い情、その簡潔な情報と、でその人のセリフの言い方、うん、まあ実際そういう風な喋り方をしてるんでしょうけど、そのセリフの言い方とか雰囲気で、あこの人こんな感じなんやろなみたいなのがすごい伝わってくるんですよ、うん、あこの人多分こんななんかあの官僚的なそのあの東大出て朝日新聞来てこういう風なルートで出世してこうなってやからこんな感じなんかとか、うん、あとはその朝あの東大でじゃなくって何々大学から出てきて、他のとこに勤めて途中と採用で来てっていう人はこんな感じかとか、うん、あとなんかその海外に派遣されて戻ってきた人やからこんな感じかっていうのとか、うん、そういうのがねなんかすごいこう少ない文章でこう大きな情報量を与えてくれるみたいな書き方がすごいいいなと思って、すごい読みやすいのに、なんかなんだろう、豊かな読書感が得られる、うん、そしてあのそのまあドキュメンタリー的なものなんで、うん、あのそういうあのノンフィクション的な知識も得られる、
そして何よりこの鮫島さんっていうのが京大を卒業してで、なんだかんだで朝日新聞に入って、そこからこう朝日新聞の多くの記者の体質とは少し違う、なんか結構ピュアで乱暴な感じがいろんな人に買われて独自の出世をされていって、でもそれが 出過ぎた杭として打たれて、でそっから窓際族になって、でも鮫島さんの持ち前のそのガッツとか、あと忖度しない体質がやっぱり朝日新聞の中で重宝されるようになったりとかしつつも、最後は独立して自分のメディアを立ち上げるっていうのが、ある意味そのまあ子供が大人になるのとはまた別ですが、そのいわゆるビルドゥングスロマンっていうんですか、その成長譚にもなってるんですよ。いろんな読み方ができて、僕なんかはどっちかというとそういうビルドゥングスロマン的な文学的な読み方して面白かったなと思いましたね。でね、まあこっからね、これでちょっとそろそろ終わりますけど、予告的な話なんですが、鮫島さんが独立されて今鮫島タイムスで日本ではかなり珍しいスタンスでジャーナリストの仕事をされてるんですよ。でそれはどういうスタンスかというとですね、はっきりと特定の政党と個人を応援するっていうのを主張されてるんですよ。日本のジャーナリストとかジャーナリズムってもうなんていうの、勇気ないというかね、日本の体質を反映してるんでしょうけど、独立メディアでも独立系ジャーナリストでもやっぱり最後の一線として誰々を応援してますっていうのはあんま言わないんですよ。それが結局でも報道においてどこに向かっているか何を伝えたいかっていうのを鈍らしたりすることもありつつ、いろんなことを報じられるっていう自由性もあるんでしょうが、そこはやっぱりね、多分鮫島さんは自分で何の縛りもなくやるという以上、そのスタンスをはっきりさせることは日本のジャーナリズムを一歩前に進めることなんだというふうに多分思われてるんだと思うんですよ。それがね、なかなか勇気のある行動 でしかも僕が応援してる人たちと一緒の人を応援してるんで、すごい注目してるんですが、それは次の動画ということで、まあちょっとね硬い動画になっちゃったかもしれないですけど、まあ一旦こんな感じで、なるほど、はい、朝日新聞政治部は本当名著だったんで、まあ僕が言わんでもめっちゃ売れてるからね、もう多分 4.5 万部ぐらいいってるらしいですわ。あれ、うんしか言ってないけど、はい、次行こうか。いや、なんかありますか。いや、なんもないね。だってこれ前振り動画だもん、これ、でしょ。次行きましょう。はい、じゃあそんな感じでありがとうございました。でしょ。